はいどうもこんにちは、カリパイです。さあ今回はですね、この新しくね増えた仲間たちから得た材料の一つ、じゃーん、こちらですね。羊毛と皮、まあ、この皮はね、イボイノシシを倒して手に入れたものですけども、これをね使ってね、こちらですね、バックパックを作ってみます。というわけで早速もう材料がね、揃っています。皮、ロープ、羊毛ですね。これでいきましょう。ドーンと。はい、できました。バックパック。これを、どうするのかな？セットするのかな？おー！こういうことですね。はい。通常はですね、3×2、4、5の15マスしかアイテムをね、持つことができませんが、これをね、装備すると、もうあとね、5個増えると。これは便利ですね。いいじゃないですか。おー、おしゃれおしゃれ。こういう感じですね。これはいいですね。よし。じゃあ、あとはですね、この装備のね、ヘルメット、ボディアーマー、革のすね当てを作りたいんですが、革はね、もう十分ありますが、羊毛がないですね。羊毛が、ちょっと視点変えますね。羊毛が、そうか、ラマが1頭だけだと、ちょっと回転率が悪いですね。あ、来た。よいしょ。まあ、ラマもう1頭いてもいいかな、という感じですね。羊毛がね、ちょっとまだまだいるので、じゃあ、しばらくね、ちょっと時間を回して、羊毛をね、手に入れたら、作っていきたいと思います。それまでちょっとね、細かい作業をしていきたいと思います。はい、というわけでね、羊毛をね、手に入れるために効率を上げようと、頭数を増やしました生き物たちをね、じゃーん、こんな感じで、ラモはね、新しく緑ちゃんを連れてきました。はい。で、もうね、羊毛が20も溜まったので、早速ね、新しい装備を作っていきたいと思います。まずはこれですね。革のヘルメット。チャギーン。革のボディアーマー。そして、レザーアーマーってわけですね。これは、こういうことだよね。よし。はい。ちょっとじゃあ見てみましょうか。どんな感じですかね。おほほほほ。なんという。ヘルメットはなんかラグビーのヘッドキャップみたいですね。肘当てがついてる。足元は？膝当てとね。なるほど。これあれかな？この防具があると、サメとかのね、ダメージが少ないのかな？おー。かっこいい。いいですね。かっこいい。よし。ちょっとじゃあ、せっかくなんで、ダメージがね、どれぐらい、これで緩和されるのか、試しにね、サメにガブッと、かじられてみますか。あれ？こういう時に限ってサメがいない？あ、いた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 。
よし、ガブッといってくれ。あー、どうなんですかねこれ。確かにダメージは確かにちょっと減ったかもしれない。うん、なるほど。これでもこの装備を全部つけた状態だと酸素ボンベは、あー、なるほどね、酸素ボンベはヘルメットと併用できないと。なんで足ひれとすね当ては同時に使えないと。じゃあ酸素ボンベとボディーアーマー、この状態で一回、じゃあもう一度サメに食われてみますか。どうですかね。ボディーアーマーが全くない状態と、うわめっちゃ減った。ボディーアーマーちょっと一回外してみますか。これまずいかな。おお、めちゃくちゃ減るな、何も装備がないと。なるほど、確かにじゃあこの装備は必要ですね。まあじゃあ海に行くときはこの酸素ボトル、ボディーアーマー、まあバックはどっちでもいいけど、足ひれとですね、サメと戦うときはこの装備、そしてまあ大きな島のね、イノシシとか、スクリーチャーと戦うときはまあこのヘルメットとスネアテと、こういう装備ですかね。はい、っていう感じでね、このね、動物たちのこの場所ね、ずいぶん賑やかになって、どんどんね、イカダが、拡張というかね、発展してきて、なかなかいいですね。はい。というわけで、今回はね、この川のね、装備、これを揃えてみました。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。